ったぐらいで、あんまり歴史で習ったぐらいであんまり馴染みがないんですけど、今まで起きたことよりもこれからのことを考えていくのにはオバマさんが来るのはいい機会になるんじゃないかなと思います。なかなかいいことやなと思いますけど、世界の平和のためにはやっぱりいろんな反省とこれからのいろんなことも含めてね、世界的にやっぱり平和を求めるチームでは平和を作っていくっていう意味ではいい訪問じゃないかなと思いますけど、国の人が実際にどんなことをしてたかっていうのを自分の目で確認するのはいいんじゃないかなと思います。そういう方が来てくださって、少しでもね、そういう原爆みたいなものがなくなったらありがたいと思います。はい、回ってます、回ってます、はい、広島の原爆のアメリカの大統領が多分初めて訪れたんですかね。いやとしたら、記念すべき日になるとなるんじゃないかなと思って、その広島の人がどう思うかは分からないですけど、僕も関西出身なんで、修学旅行とか訪れた時とか結構アメリカとか外国の方が来られていて感染したんで、他の特に広島の方は特に興味持ってたりするんじゃないかなと思ってます。歴史が変わる一つの瞬間であると思うんで、僕もできたら見たいなと思ってます。はい、以上です。